稲妻イレブン。いい位置で奪いました。キロ、運動量に定評があります。長いボール、よく見ていました。ファーサイド、野上、仕掛けて中に入れる。エンド、すみませんお前、声でけえよ。そっちこそ。でもやっぱすげえよ、ライモン。あとエンド、マジやばいって。今年のフットボールフロンティアもライモンで決まりだね。できるならサッカーには消えてほしい。この世界から。学校内を少し歩いて雰囲気を見てみるかな。これはボール？こんなもの！
グモハラは確かにいい学校なんだが、完璧ってわけじゃない。知ってんだろ、桜崎のこと。南雲原中といえばやっぱ野球部かな。最近じゃ将来的に甲子園を目指したい野球小僧たちが押し寄せてるぜ。え、君学校今日からなの？さてはこの学校の評判を聞きつけて慌てて編入してきたんだな。元気なやつめ。ああ、南雲原にはサッカー部はない。知ってんならいちいち聞くなよ。全国的にはサッカーは人気かもしれないが、俺は別に興味ないし、どうでもいいな。南雲原中、九州屈指の進学校。校舎は比較的新しく、清潔で好印象。生徒の風紀も悪くない。学校の雰囲気はデータ通り。学業だけでなくスポーツにも力を入れ、近年は野球部の活躍が目覚ましい。まさに文武両道、非の打ち所のない理想的な学校。とはいかないか。2年の問題児、桜崎庄司。時代を錯誤した不良、 SNS でもクズと叩かれている。どんな学校にも一つや二つ問題はある。それでもここは僕にとっていい学校なんだ。なぜならここにはサッカー部がないから。学校に着いたら先生に会いに行くんだったな。新入部員の勧誘のため仕上げてきたんだ。制服の上からでもわかるだろう、この肉体美が。
筋肉こそ思考。そうだろう。究極のマッスルポーズを研究しよう。勧誘ならお断りします。急いでるので道を開けてください。お断りします。これまで筋肉の支配を。お断りします。タンパク質の恵みだ。僕には無理です。お断りします。興味ありません。タンパク質の恵みだ。これは提案ですが、頭も鍛えたらどうでしょう。まだ鍛えるべきところがあったのか。頭にはどんな筋肉があるんだ。得るものはあったか。すいません、ちょっと学校内を見てたら遅くなって。あ、来た来た。じゃあこれからクラスのみんなに紹介するね。笹波くんはご両親の都合で数日遅れての入学になりました。笹波運命です。よろしくお願いします。運命と運命的な出会いってわけだな。こんな運命話はねえぞ。笹波くん、じゃああの席へ。
ソジ平太。みんなにはソジって呼ばれてる。よろしくな。さっきの全然面白くなかった。ん？おう。よっ、暗いよお前。一緒にゲーセンでも寄ってくか。禁止されてるだろ。じゃあどこ行きたい？お前この町来たばっかだろ。俺が案内してやるよ。町のデータなら全て頭に入ってる。多分君よりもね。この周辺に僕が今行きたいところはない。データって、はあ、来たー、攻略しがいのある陰キャ。まあ待てって、俺の話を聞け。俺がお前のこの町での最初の友達ってことでいいだろ。な、もっと話そうぜ。しつこいな。友達になろうぜ、な。しっかりと追い払うしかないか。お前勉強できそうだよな。はい、はい、部活とかある？個性的な感覚だよな。僕は何をしているんだ。まあ待てって、俺の話を聞け。俺がお前のこの町での最初の友達ってことでいいだろ。な、もっと話そうぜ。しつこいな。友達になろうぜ、な。しっかりと追い払うしかないか。
的な髪型だよな。気ならもし森は悪すぎるって。だけど俺は逃がさないぜ。得るものはあったか。もうついてきてないな。苦手だな、あんな親切の押し売りみたいな感じ。学校の周辺を見物でもしながら帰るとするか。喧嘩？桜崎長次。はあ、まったく。どこにいても迷惑なやつ。なんつ蹴りだ。蹴り？さあ。とっとと続きをやろうぜ。パラッ、調子乗りやがって。危ない。なめんなクソガキ。どうした、もう終わりか。まだまだこんなもんじゃ足りねえんだよ。とことんやろうぜ。誰も見て見ぬふりできねえような。殺し合いよ。桜崎。ダメです先輩、暴力はいろんなものを失うよ。失うものなんかねえよ。あります。あ、おいおい優等生ちゃんよ、そいつに何を言っても無駄だぜ。こいつはね、誰から構わず喧嘩吹っかける、どうしようもねえ暴力バカのクズさ。これはいわば害虫駆除よ。そうさ、町のために頑張ってんの。クズじゃない。おお、怖っ。そろそろ帰んなガキ。桜崎先輩よ、
クズにはさせない。くそ、どうしてぼーっとして寝ぼけてんのか。霧の桜崎さんよ、若干目障りですんで。潰します。てめえら殺しやがったな。やめて。おいおい、気がついた。ゆっくり。検査では心臓に悪い影響はないって。もうびっくりしたんだからね。あれ、どうしてここに。お友達が運んでくれたそうよ。お母さんも会ってないの。おいおい、しっかりしろ。おい、桜崎先輩。お大事にどうぞ。母さん。うん？母さん、先に帰っててもらってもいい？何言ってるの？あなた倒れたのよ。今日は帰ってゆっくり寝さい。お願い母さん。いろいろあって少し一人になりたいんだ。遅くならないようにする。桜崎先輩が僕を運んでくれた。まだ近くにいるかもしれない。ジョージ、学校は楽しいか？校長からは素晴らしく模範的な生徒だと報告を受けている。その調子で頑張れ。進学先の高校はアメリカの学校を手配してある。お前の行く道は輝かしい未来しかないのだからな。
あいつ。おい、後輩。何してる？誰も殺してないですよね。は？お前、なんで止めた？さあ、あの時はただ夢中で。優等生の気まぐれってやつか。でも、もったいないって思ったんです。僕にはわかるんです。先輩の足はただの足じゃない。1万人に1人、いや10万人に1人かもしれない。雲を突き抜け、天空を切り裂ける足です。ぽいなかよ。要するに、お前は俺の足を守るために鉄パイプの前に飛び込んだってのか。まあ、そうですね。イカれてやがる。一つ言っとくぞ、俺に関わるな。コウと定数項をまとめたら、あとは X の係数で両辺を割るだけです。簡単でしょ？どうしてこんなに桜崎先輩のことが気になるんだろう。桜崎くんか。まあ学校にはよくいるタイプの不良って普通はなるんだけど、私にはわかるんだな。彼の足の筋肉は特別。あんな足を持っていて喧嘩にしか使ってないなんてもったいないよね。桜崎、近づかない方がいい。あいつの蹴りやばいんだって。一撃で落ちるぜ。成績優秀でスポーツ万能、サッカーもやってたみたい。今はその運動神経を喧嘩に使ってしまっているんだね。きっと根はいい子なんだと思うんだけど。2年担当の先生たちも悩んでいるみたい。
桜崎か。金持ちのボンボンは何やっても許されるんだぜ。普通なら退学になるようなことも親の権力でもみ消してる。最低だよな。近づかない方がいい。触らぬ神にって言うでしょ。桜崎か。あいつは確かに怖いやつだが、いつも誰ともつるまず一匹狼なんだ。そういう意味じゃコンビニ前にたむろして管を巻いてる柄の悪い連中よりはマシかな。学校のおてん、桜崎のことを知りたいってか。新入生くん、暇だね。関わらない方がいいと思うよ。町のヤクザとも揉めたりしてるって言うし、ほんとクズだよな。桜崎か。あいつ、ああ見えてスポーツ少年だったらしいぜ。何のスポーツかって？さあ、よく知らねもったいないって思ったんです。お前、先輩はかつては成績優秀でスポーツも万能。ことサッカーにおいては周りが一目置くほどのレベルだった。なのに1年前から学校の汚点ともいえる存在になり下がった。
いきなり何なんだ。関わるなっつっただろ。理由は何ですか。喧嘩を止めてあげたお礼に聞かせてもらえませんか。別に頼んでねえだろ。お前には分からねえだろうが、うちみたいな家だと父親は絶対なんだ。住む学校も習い事も付き合う相手すらも全ては親に決められる。全ては親の敷いたレールの上、俺に選択権はない。生まれてからずっと。だから先輩はそのレールから外れるためにわざと退学になろうとしている。でも学校側は退学にはさせない。先輩の親が学校へ多額の寄付をしている人だから。先輩はなんでサッカーをやめたんですか。やめたわけじゃない、取り上げられたんだ。サッカーは俺の最後の砦だった。だが父親は体をぶつけ合う野蛮なスポーツはダメだと。やるなら紳士のスポーツ、テニスにしろってな。今じゃ熱くなれるものなんて何もなくなっちまった。役に立たないとみなされればどうせまた取り上げられるだけだからな。取り上げられた、それが理由。それがサッカーをやめた理由ですか。ああ、誰も親には逆らえない。こんなことお前に話したところで何にもならないがな。とにかくこれに懲りたら二度と俺の邪魔。いいんじゃないですか。サッカーなんてやる意味ないんで。じゃあ僕は帰ります。お話聞けてよかったです。僕はなんでこんなにイラついてるんだ。お、君、海坊主に興味が。いい目のつけどころだ、新入生君。これは南雲原に伝わる海坊主という伝承の像でね。海坊主が何かって？それがこの話の肝でさ。我が海洋生物部でも長年研究しているけど、その実態は未だ判明してないんだ。一説では海から来た新人類。は？海？うわっ！出た！ガチ海坊主だ！これは学会を揺るがす大事件！って、わあ！腰が抜けた！まずい！新入生君、一生のお願いだ！奴を追いかけて南雲原の波間に刻まれた謎の正体を今その手で明かすんだ。何ですか。別に、同じ方向。そうですか。同じ方向って、できれば離れて歩いてほしいな。
とお待ちなさい。この道は私の縄張りですからね。私のお願いを聞いてもらいますわよ。え、何ですか。私のジョセフィーヌちゃんがエスケープしちゃったのでございますわ。そこであなたに捕まえていただきたいのですわ。僕には関係ないですよね。だったらここは通れませんわね。残念ですわ。仕方ないな。ジョセフィーヌちゃんのエスケープ、あんな安っぽい公園よりも高級な遊具がお家にあるっていうのに、なぜかしら。ジョセフィーヌちゃんのエスケープ、あんな安っぽい公園よりも高級な遊具がお家にあるっていうのに、なぜかしら。私、安い猫じゃなくてよ。ほら、家に帰ろう。嫌われてるのかな。こっちにおいで。レディーですもの。綺麗な毛並みだね。覚悟なさい。こっちにおいで。帰ればおやつもあるそうだよ。綺麗な毛並みだね。あげてもよくってよ。まるでバトルしたみたいじゃないか。私のジョセフィーヌちゃんが戻ってきましたの。属世間に関わって悪い影響を受けていないか心配です。はね、取っていいですわよ。あの猫、一体何だったんだ。猫の言葉が分かったような気が。明らかに怪しいけど、一体何なんだろう。見逃してほしいぼー。海から来たのか。海に近いのに、アクラルゴ。海坊主って喋るの。正体は何なんだろう。海から来たのか。
何をしているんだ。明らかに怪しいけど、一体何なんだろう。絶対ユニット食えば。海坊主って喋るんだ。僕のことが見えてるの？海から来たの？喋るの？110番通報だ。檻の中でふわふわしてろ。なんとかやり過ごせたか。写真は取り損ねた。くー、いやしかし海坊主が喋るなんて、きっと次の学会はこの新事実で持ちきりだよ。早速水産実習棟に戻って発表準備をしなければ。ありがとう新入生くん、また会おう。わかったぞ。あれは海坊主なんかじゃない。とにかくこれ以上海坊主の妄想には付き合っていられない。気晴らしに商店街でも散策して帰るか。先輩の家、向こうですよね。この辺でうどんでも食っていこうと思ってな。あくまでもついてこようとしている。何か魂胆があるのか。私の目はごまかせないよ。あんた無類のうどん好きだろ。うどんの気分って顔してるね。さあさあうどん食べてみな。いえ特にそんな気分では。決めつけないでもらえますか。すみません、早く帰りたい。食べるというまで逃がさないよ。お腹空いてません。仕方ないね。
すみません。早く帰りたい。うどんの気分じゃない。僕は何をしているんだ。